はい、でも、研究です。今日ですね、悟空伝、やりたいなと思います。悟空伝は、ファミコンミニの、ジャンプのやつあるじゃないですか。あれに入ってたんですよ。それで、ちょこっとやったことあります。ウミガメ助けて、なんか、ウサギ団にボコられたんやったかな。ウサギ団がめっちゃ強かったんですよ。まあ、その辺までね、ほんと序盤です。はい、行きましょう。あ、で、ドラゴンボールシリーズは、教習サイヤ人と、激震フリーザの実況終わってます。気になる方は見てもらえたらなと思います。昔々のこと、都から数千キロも彼方のある山奥。たった一つのどんな願いでも叶えてくれるという、七つのドラゴンボールを求め、悟空とブルマの旅が始まります。悟空の願いは亡くなったおじいさんの遺言である、天界一武道会の復活。悟空たちの持っているものはドラゴンボールの通信中とドラゴンレーダーだけ。さて、この先、どうなることやら。ああ、これさ、どっち行けばいいとかわからんかったよね。赤いところが村。まあ、都かな？いろいろ確認しましょう。悟空の状態。悟空のレベル。レベル1、スピード3、パワー3、テクニック1、タフネス3。で、16必要。なんか敵一体倒しても2とかしかもらえなかった気がするんですが、ちょっと間違ってるかもしれないです。必殺技、今はじゃんけんだけか。グーチョキパー。で、カードが、使えるカードありません。カード何も持ってない。アイテムカード、ドラゴンレーダー、ここでは使えませんか。よし！とりあえず行くか。どっちだ？右。下から攻めてみるか。リカント。4枚。これ星の数勝ってれば攻撃できるんですよ。で、関数字が防御みたいな感じかな。だってこれとかだいぶ強いですね。まあ7、6、6、5みたいな感じか。必殺技で取れたらいいけどね。12のダメージ。ああ、楽勝ね。リカント弱いな。オッケーオッケー。巻物。これって戻れたっけ？ああ、いけるか。巻物行きたかったんですが、通り過ぎるしかないね。ドクロは敵かな？1使っとこう。2使っとこう。はい、1来た。ちょうど来たね。修行者。わしよりも大きいか同じ。星のカードか。7か。で、1っすね。2ポイント。11は消化したい。21も使っときたい。あ、ハテナ行きたいね。いや、今、考えてなかったです。計算してなかった、全然。あ、ウーロンみたいな感じだね。これはまあ、2やね。さあ、来た。リカントは余裕やね。はい、これで。先手必勝。4のダメージか。ここさ、5枚にして、ちょっと入れ替えようか。6、6、6。まあ、かなり強いやろ。はい、これで。1、1？ 舐めすぎやろ。はい、2アップ。コツコツ稼ぐしかない。
これさ、一回戻って、いやーでも厳しいか。ちょっと一回戻ろう。3、OK。6、はい、OK。で、これで4使って、ハテナ行って。ああ、牛魔王、固定か？はい、じゃあもう進みます。3で行っとくか。いや、いいか。4使っとこう。山賊。山賊どうな？まあ、66は強いね、かなり。で、まあ、63。37にしとこうかな。で、61で。はい、これで。さあ、山賊どうだ？ 4 のダメージ。強そうか。取れんか。必殺取りたかったよね。ダメージ受けてない。オッケー。これ決まったやろ。よし、倒した。3ね。リカントよりちょっと強いって感じか。ここ一回入りましょう。お、カリン様。漢字で勝負。じゃあ6。はい、4。あー、でもこれきついな。OK。いった。超えたいよね。5でいこう。ついた。村静まり返ってます。家、人の気配がします。じゃあドア、ドアを壊しますか。はい。ああ、斧で殴られた。さすがの悟空もダメージを受けました。あれ5受けたじゃん。話す。ウーロンって誰だ？もう一回。俺がそいつをやっつけてやる。あ、ウーロン来た。怒らせるとめちゃめちゃ怖いんだぞ。はい、正体は小豚さんでした。さらに食べ物をもらいました。で、ウーロンが仲間になった。村人、あー、もうどっか行ってしまったか。村人戻ってきた。ブルマ、はい、急ごう。旅なんてめんどくさいな。使う。これ押したらなくなるかな。やめとこう。まあ4使っとこう。で、もう一回4で進んで。ここは真ん中。ああ、必殺のポイントが50回復。そんな感じか。必殺。
6-1 はまあ一応残しとこうか。はい、ガンガン進みましょう。ウミガメ発見。話す。松茸狩りに来たのは運の月で、みんなとはぐれるは道に迷うわ。海を求めてさまよ歩いております。それに大切な匂い棒を山賊どもに奪われてしまい困っているところです。話す。はい、連れて行きましょう。これも行けばいいんかな？調べる。本当にウミガメです。いや、疑ってねえよ。悟空の移動力が1減ります。左がウサギ団。ウサギ団は後か？山賊。山賊は楽勝っすね。まあ、4枚で、7からいこうか。で、6。はい、これで。先手必勝。あ、これでレベル上がるね。取れ。よし、来た。じゃんけん。グー、チョキ、パー。16のダメージ。やっぱ必殺強いね。レベル2になった。あ、振り分ける感じか。スピード、パワー、テクニック、タフネス。タフネスは体力が上がるんかな。これどうなんすかね。バランスよく上げた方がいいんかな。いや、特化のがいい時ってあるじゃないですか。なんかスピード、例えば全振りとかさ。まあ、パワー全振りとか。スピード全振り。ちょっとこれで様子見てみようか。いや、どんだけ変わるか。3から8っすからね。ちょっと一回戦闘したいよね。さあ、大牛。スピード上がった悟空。はい、これで。うわー、ここは食らう。まあでも6あります。ダメージ受けてない。な、ここも大丈夫やね。悟空強え。はい、ここは取った。倒した。で、4アップか。いや、これ相当強くなっとんじゃない？1-1 は使っときたいよね。出したカードと星の数、技の種類、漢字の数のいずれか同じものを出す。連もあるし2もあるよ。必殺1枚使っとくか。そうしよう。あーで、また必殺来たね。3アップ。あ、次は？あ、7か、すぐやね。
1は消費しとく。はい、1は消費する。3族来ました。まあこれもう5枚とかでいいやろ、余裕やろ。さあレベル上がった悟空、これどうだ。めちゃくちゃ強くなってます。スピード全振りでいいよ。ここハズレあるん。山があるね。リカント、まあここは何枚でもいい、勝てる。いやでもこれもうちょい体力欲しいね。タフネス上げた方がいいかな。ここはもう6で一気にいってしまおう。山賊たちの砦着いた。ここやな。中は迷路になってる。いやでも行くしかないやろ。移動か？あ、入り口。あ、来た。見張りか。あー、戦うしかないんかな。山賊は余裕よ。ほいほい。一発終わらなかったか。ここちょっと入れ替えたいね。先手必勝。はい、楽勝。レベルアップ。あ、体力上がったね。24になったか。じゃあここはもうスピード全振りいきます。調べる。山賊？何かを持ってるです。砦の地図を持っています。で、入り口行けばいいんすかね。砦の地図を持ってます。なんかどこか出とるこれ、どこ行けみたいな。使うんか、違う。調べる、違うか。まあ、とりあえず進めばいいんか。右も行けるし左も行けるか。左から潰してみるか。これ地図はあ、ドアある。オッケー。山賊いました。話す。生きて帰れると思うな。戦うしかねえかこれ。はい、行こう。4枚。はい、まあとりあえずこれで。はい、楽勝っすね。お返しだ。取った。グー、チョキ、パー。
お、先ずサンキュー。山賊は何も持ってないんか。ここはハズレか。ハズレっぽいね。じゃあ進むで左で、こっち行くしかないよね。で左、あ、まっすぐね。あ、右もあるか。右ちょっと向いてみようか。ドアある、入れた。山賊いました。もうこれ戦います。戦うしかないやろ。何枚でもいいぞ。こいつはもう楽勝っすからね。あ、でもこれボス戦あるんかな。カード入れ替えといた方がよかったかな。11とか使ってさ、調べる。山賊、お、何か持ってる。部屋の鍵を持っています。あ、取るか。オッケー。さあ、で次は、で左、まっすぐ、とにかくまっすぐ、はい、まっすぐ。でさらに進んで、左は、右は、戦う。はい、これさ、1号ちょっと消費しとこう。で22も11はいいかな。え、取ったん。OK、 いい感じに消費できましたね。え、マジで？だる。調子乗んなよ。ここはね、ちょっともう1に使っちゃいます。ちょっと弱いの使っときます。2のダメージ、大丈夫やね。はい、これも大丈夫。ここも取られたか。いや、ちょっと危ねえか、これ。さすがに危なかったかな。舐めすぎたか、山賊を。OK、全開。また11来たか。はい、何もなかったっすね。はい、ちょっと迷ったんですが着きました。カットしてると思います。ここで鍵やね。でドア、山賊のボス来た。話す、戦うしかないやろ。1枚か。必殺行ってみる？ 6-5。 OK、
これどう？グー、チョキ、パー。おら。残ったか。やるやん。ここは2枚で、76でいこうよ。12のダメージ。終わったか。スピード全振りで。で、ボス。何か持ってる。よこしな。あ、食べ物か。テーブルか。如意棒、はい、取る。これでいいんすかね。移動。あ、出てきましたね。え、カード。アイテム。あ、食べ物いいね。銃回復。でかいっすね。で、お助けカードはなしと。はい、ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴。ありがとうございました。